ドジャースからは、サワン・カーショー、33イコール通算185勝84敗、防御率 2.49。エ軍にとっては高齢投手の方が好都合。今オフの FA 市場は先発投手が豊富。右腕シャーザー、37イコール同190勝97敗、3.16。アストロズの右腕グリンキー、37イコール同219勝132敗、3.41 ら、サイ・ヤング賞受賞経験のある投手が名を連ねる。実績は十分でも年齢がネックになりそうだが、A軍にとっては高齢の投手の方がかえって好都合だという、大谷中心のローテだからです。二刀流の大谷はフィジカルの負担を考慮して最低でも中5日の登板間隔が必要で、6人の先発を用意しなければならない。若手、中堅クラスのスターターは中4日のローテに慣れており、必要以上に登板間隔が空けばリズムが狂うため、先発6人制を敬遠するものだが、肩、肘の回復が遅くなるベテランには、むしろ好都合。故障さえなければ、勝ち星が計算できるカーショー、グリンキーらにとっても A 軍は最適な球団でしょう。サイ・ヤング賞投手の加入は、大谷にも少なからずメリットはありそうだが、投打の二刀流を継続するエンゼルス、大谷翔平27は来季、メジャーを代表する投手とローテを形成することになりそうだ。ペリー・ミナシアン GM は日本時間5日、今季の総括会見を行い、オフの補強について常に投手優先であることに変わりはない。質だけでなく層の厚さも必要だ、と、ピッチングスタッフを再編すると明かした。今季の A 軍は先発、リリーフとも故障者が続出したこともあり、崩壊状態、チーム防御率 4.69 はリーグワースト4位と低迷し、先発陣で勝ち星が計算できるのはチームトップの9勝2敗を挙げた大谷だけだった。来季、8年ぶりのポストシーズン進出を目指すには投手力の整備が急務で、レギュラーシーズン終盤にはマドン監督が先発は最低でも大谷以外に2人は欲しいとフロントに要望したという。大谷は4日のマリナーズとの今季最終戦後にオフの補強について聞かれると、来年1年、どういう選手と一緒にプレーできるのかな、というのも楽しみにしています、と期待を口にしたが、来季のローテに大物投手が加わる可能性もある。チャンネルへようこそ。最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。